皆様、こんにちは。絵画骨董買い取りプロ、周華道の金子でございます。え今日はこちらのお作品ですね、まあえー、ポップアートといいますか、まあ、現代アートに近い作風ですけども、関根信夫さんの作品のご紹介でございます。えー、関根さんといいますと、埼玉県に、えー、お生まれになりましてですね、えーまあ、モノハーで有名な斎藤義重さんの、まあ、訓導を受けましてですね、玉火でいろいろ創作活動を続けてこられました。 えーと環境美術研究所、まあ、環境美術研究所というのを作られたんですね、まあ、そこでいろいろなモニュメントの方も制作されまして、ですねあの東京都庁にもあの大きなですねメモリアルのシティーホールのところには大きな作品もございますし、いろいろ代表的なお作品も残されております。えー、晩年にはですねこうしたあ金を用いたですね、えー、抽象的な表現の作品、数多く残しておられまして、えー、まあ後ろにはですね、まあ、こういった先生のサイン、 シールがですね。ついたものが一般的に流通しております。ただですねまあ、残念ながらえっ、ー、とまあ、偽物偽物もですね。あの多いのが現状でございまして。まあ、私どもも慎重にお買い取りの方をご相談させていただいております。 まあ、あのレゾネがございまして、ですね、まあ、今お見せした作品もこの作品にきちっと掲載されておりますし、あと鑑定はですね、あの銀座の洋業・洋菓子を共同組合の方で行っております、私どもも一応、こういった作品も、です、ね、菓子集に載っているか、あるいはその鑑定書が付いているかということを見まして、ですね、お買い取りをさせていただいております。えー ちょっと最近あの、そういった技術が多いという話を聞いておりますので、まあ、その辺のところも慎重にご判断して、ですねえ、正確なご返事をさせていただきたいと思っております。え私も絵画高董買取プロでは、関江信夫さんの作品え、金字も銀字も、非常に抽象的なお作品もですね、きちっと評価して高くお答えしております。えぜひえ、フリーダイヤルまでお電話いただきますように、ご,、えー、ご案内させていただきます。ご連絡おお待ちしております。